こんばんは。大阪大学タンパク質研究所の工藤と申します。私の方からプロテインデータバンクジャパンについて紹介させていただきます。と今日のお話ですけど、前半では PDB というデータベースとはどういうものかということの紹介をさせていただき、後半では PDBJ という、組織が提供するサービスについて紹介させていただきます。でまず PDB ですけど、こちらはタンパク質などの分子の形に関する情報を集めたデータベースになります。日本語ではタンパク質構造データバンクと呼んでおります。こちらに図を示していますような分子の形、具体的に言いますと各原子の座標情報というのを収めたデータベースになります。でこちらの実データというのは次に示しますようにテキストデータで書かれています。バイナリとかではなくてテキストなので、テキストエディターなどで読むことができます。現在メインとしているのは左側に示していますような可変長のテキストデータになりますが、長らく使われてきた右側の固定長の PDB フォーマットという形式も根強く使われていまして、なかなかこう左に移行したいんですけど右が使われて移行しづらいというのが我々の悩みでもあります。これなぜ右側をやめたいかというと、固定長なので例えば原子が10万個以上書けないであるとか、あと真ん中にこう例えばバリンとかいうのがこう書いてありますけど、こう各構成要素となる分子には3文字の表記を独自に PDB で決めて名前を付けているんですけど、この3文字表記の3文字がもう枯渇しそうだということがあって、これを4文字5文字と増やそうとしたら、この固定長ではそもそも破綻してしまうというところがあります。で、このデータなんですけど、座標情報以外にあと誰が登録したかであるとか、どの文献に載っているかであるとか、実験手法、あとどの生物から取ったかであるかといったようなメタデータの情報が書かれています。でこちら発足したのは1971年、来年で50周年を迎える歴史あるデータベースです。でこれアメリカで発足しましたけど、今でも世界では一つだけ、現在ではワールドワイドプロテインデータバンクという、これは複数ある運営グループのコンソーシアムになっているんですけど、この中には現在4つのグループがあって、このグループが協力して運営を行っています。アメリカの RCSB-PDB とヨーロッパの PDBE、 あとアメリカで NMR に特化した部分を担っている BMRB と我々日本の PDBJ の4つです。で、我々ですけど活動を開始したのは2000年で、今年でちょうど20年になります。この各メンバーは毎年専門家を招いて諮問委員会を開き、で運営方針を検討して運営しています。でこの写真は去年の日本で行った会議の時の写真で、今年はこのご時世ですのでオンラインでの開催となっています。で、PDB の各メンバーのやっていること、主なことはこの2つです。構造データの登録の受付、データインと、あとそのデータを公開するというデータアウト、こちらの2つをやっています。でまずデータインですけど、どこの場所からこう登録するかということで分担を決めていまして、各分担地域ごとにこう協力し合って登録作業を行っているという体制をとっていまして、 PDB ではアジア地区からの登録を担当しています。なおアジア地区の約半分というのは中国からの登録でして、今中国に第5拠点というのを作る方向で話が進められています。でこのデータですけど、各拠点同じ OneDep というインターフェースを使って、どこのサイトから行っても同じインターフェースで登録ができるということになっています。でここを通して登録できるのは PDB だけではなくって、これに関連する NMR の実験データであるとか、電子顕微鏡の電子密度マップであるとか、それぞれのこうまたデータベースがあるんですけど、それぞれに一括してワンストップでこちらから登録できるようになっています。今ちょっとなっていますと言い切ったんですけど、実はこの左の BMRB だけはまだ
こう完全に取り込みきれてなくって、将来的には3つとも完全にワンデップからいけるという体制になるはずです。はい。でこのデータですけど、公開までは完全にこう厳重に取得された状態で処理を行います。入室管理が効いたような部屋で専門スタッフが処理を行っています。で処理されたものは一旦アメリカに集められまして、でこの公開ですけど全拠点で同時に公開されています。毎週水曜日日本時間朝9時に新しいデータがまた公開されたということになります。でこのデータは利用は無料で登録も必要ありません。これは PDB の発足当初からこのデータは人類の貴重な財産であるというポリシーのもとに、こういうものはこう誰でも自由に使えるようにすべきだということで、このポリシーのもと行われています。ただこのデータを使って各拠点でどういうサービスを展開するかというのは各拠点に任されております。でここからは我々 PDBJ がどういったサービスを提供しているかという紹介なんですけど、まあ、時間も限られてますので、まずメインの検索部分だけを紹介させていただきます。で各拠点独自にサービスを展開ということですけど、他にない機能としては日本語で検索できるということが一つ挙げられます。 PDBJ は、まあ、Google 等で検索していただいてもいいですし、まあ、短い PDBJ.org と、まあ、アドレスも短いですので直接打ってもらってもいいかと思います。でこちらのサイトに来ますと上に検索窓があります。でここでキーワード入れて検索するというのが、まあ、まず一番シンプルな検索方法かなと思います。日本語を入れると自動的に英訳して検索してくれます。例えばここでは C 型肝炎ウイルスと入れてますけど、あとそれに相当する英単語、まあこれは辞書に載っていればなんですけど、載っていればこのように変換して検索してくれるということになります。これ743件ヒットしてますけど、これをさらに絞っていくということもできますが、その話はこの次にして、出てくる検索結果、こうタブがいくつかあるのでその内容を紹介させていただきます。で今 PDB の検索ということでお話したんですけど、実は横断検索で他のものを一部検索しています。2番目がウェブページと書かれていますけど、PDB でのサイト内検索というのも同時に行っています。このサイト内っていうのは、具体的にはニュースであったり、ヘルプであったり、あと毎月公開してます、今月の分子という、まあ、読み物があるんですけど、まあ、そちらの内容であったりが検索対象になっています。その後、あまり多くの人には関係ないと思うんですけど、まだ公開されてないエントリーがどこまで登録処理が進んだかという検索、あと先ほど3文字表記というお話をしました化合物の検索、あと複数の化合物単位、 PDB でいう化合物単位が連なって一つの、まあ、よく使われる構成物質などの化合物があった場合に、それはそれでまた辞書を作りましょうということでやっているものがあるんですけど、まあ、そちらの検索であったりということが同時に行えるようになっています。で先ほど言いかけました絞り込みですけど、この検索結果のこちら右側に詳細検索ページへ戻る、初めて行くのに戻るっていうのはおかしいんですけど、まあそこは目をつぶって行っていただきますと、このようなメニューが出てきて絞り込みをかけていくことができます。まあ、例えばここでは2000年以降に公開された電子顕微鏡で解かれた分解能が3オングストーム以下という、まあ、条件を付け加えて検索すると、最後1件だけ残ったという結果がこの例では示されています。であと2つだけ紹介させていただきたいんですけど、最近のトピックの一つとして、まあ、新型コロナウイルス関係の特集ページというのを提供していますということがあります。でこちらは早期にデータを提供するということと、あと情報をまとめて、その情報をもとにワクチンや治療薬の早期開発に役立ててもらうということを、まあ、念頭に置いています。で具体的には、これデータインの方になりますけど、新型コロナウイルスの構造が登録された場合、通常ですと論文の公開があって、それから公開、PDB の公開ということになるんですが、そちらは、もう論文の公開を待たずに即座に公開してくださいという要請を出して、まあ、ほとんどの登録者には
要請に応じていただいているという状況になっています。であとそういった情報ですけど、先ほどのキーワード検索ではなかなかこうゴミといいますか、そうじゃないものが引っかかってきたりしてしまうんですけど、もうあらかじめ新型コロナウイルス関連のタンパク質だけをもう検索した結果だけをこうページをもう作ってしまっているというのがこちらになります。はい、でもう一つは操作表現の改善というのが最近やったことであるんですけど、今まで PDB にあった登録されているデータ中の操作というものは記述方法が結構まちまちだったんですけど、これでは扱いにくいということで表現をこう標準化したり、あとこの次の発表でご紹介いただきます当社の方にもご協力いただきまして、そちらのご意見も取り込んで表現を改善ということを図っています。私の方からは以上になります。どうもありがとうございました。